めっちゃ素早いよ。いや、素早すぎ。素早すぎてびっくりなんだが。そんなところに扉が。なるほど。ちょっと待って。これか。これ？おもちゃ箱だ。何か入ってるみたいだ。盗んだものじゃない？開けれんのかい？いや、そうやって。兵法のおもちゃ箱？ステージ4突撃おもちゃ箱。そういう感じ。なるほど。めっちゃ可愛いステージ。とりあえずセーブしとこう。地図だ。え、なんかキノピオたちおるけど。私はブルー駅の駅員です。でも電車がないのでお仕事が何もないのです。ブルー駅ってなんだこれは。な、何これ。あ、なんか矢印変わった。ブルー駅へようこそ。でもここからはどこへも行けないんです。駅があって線路があっても電車がないんじゃ次の駅まで行きません。何を言ってるの？この矢印は何の意味があるんだろうな。とりあえずなんかこのな、あのおもちゃ箱の中に、え？多分あのブロックなんか意味ないんかな、別に。なんかいろいろとよくわからない。いろいろとよくわからない。は、透き通り驚かし。ちょいと待って、仲間チェンジ。カメキ、これいつでも別にキノコタウン戻れるかな。一旦コイン集めたらさ、あのレベイラのところに行きたいんやけどね。絶対それがいいよね。フラワーポイント増やすや。お、結構体力多い感じか。どれぐらい？あ、まだ。やっつけたと思ったよ、めっちゃ。あー、なんかあれやな、体力も危ういな。いや、体力危ういんですけど、やばいやばい。ね、普通のところで、普通の、しかもまだこれダンジョンというかステージ始まったばっかりの場所で、もうなんか死にそうな感じなんですけど。ひー、スターポイントはいっぱい手に入るけども。回復回復。これ何も意味ないんかな。なるほど。ただの飾りっぽい。これす、なんかこっちが動いたら向こうも動くね。会話ができる。なんなの？宝箱には触らせないぞ。このお宝は私のものよ。横取りするならやっつけちゃうぞ。ちょっとやめとこうかな。わかればよろしい。なんか大事なものがありそうだな。なんだあの兵法。うわー、攻撃してくる感じなんや。あ、捕まった。乗れんのか。今お金どれぐらい？え、どこ ?30。30か。いや、きついっすな。いや、きついっすな。あ、宝箱あるよ、なんか。もしかして、これ？これじゃない？ピーチ姫からの。違うかな。なんか呪文唱えよる。あ、ほら。
さーて、マリオの苦手なものを置いてやったぞい。あ、これで宝箱を守り得るつもりってこと？しかしこれで本当にマリオのやつを困らせることができるのかの？ピーチ姫の言うことが本当か、どうも気になってきたのじゃ。普通に考えたら、そんなわけなくねって感じやけど。まあいいわい、これもクッパ様のご命令じゃ。クッパ様も疑ってはいけないのじゃ。上に行ったら大丈夫。上のコイン取りたい。取れんのか。え、何？こけたよ。かわいい。あれ、これ上上がれんの？上がれんやん。くそ、捕まった。うわー、終わった。終わったよー。くそー。ですよね。ギリギリいけると思ってんやけどな。無理やった。今集めたのが全部無駄になってしまったぜ。あ、じゃあ先にこっち行って、今体力満タンの状態やろ？違うんよ。でも拾っておく。んで、君だよ、君君。はい。あれ？分かればよろしい。何が分かればよろしいなの？そうじゃなくて、あ、戦う戦う。何？やる気なの？私はマジで強いんだぞ。それでもやる気なの？戦う。なんと、チャレンジャー登場。よーし、行くぞ。やっつけちゃえ。どれぐらい強いんやろ。怖いわ。そんなこと言っといてっていうパターンを期待するけど無理かな。やっつけたんかと思った。え、待って、強っ。え、怖っ。怖いて。体力は？これで体力もあったら終わりじゃない？え、怖い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 。え、これ確実に無理やん。回復したところだよね。え、マジで回復したところでなんやけど。え、どうした？怖い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 。強すぎやろ。うわ、ほら、やっつけれてない。やばー。え、で、あ、そっかそっか、そういうことか。なんか眠らせるとか、そういう風にしていかんといかんってことかな。なるほど、なるほど。じゃ、それでいこう。これで、とりあえず一番最初に、これ、ママの子守唄。これで。眠らせる。よし、寝た寝た。さあ、これで今の間にいけ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 。いや、起きそうやけどね。めっちゃくちゃ起きそうやけどね、そういうの。ガツンジャンプ。もしかしてあれなんかな？なんかカラカラタウンの赤いヤシの木がどうのこうのみたいなんよってやん。ああいうのって、なんかパワーアップするやつがあったりとかするんかな？ああいうのを言われたってことは、なんか先に行って、なんかゲットしておくべきものがあるんかもしれんよね、もしかしたら。相手の体力はどれぐらいなんだろうか。ひー、きつい、きつすぎる。ううしかし、とりあえず全力で攻撃していこう。
うわー、まだまだありそうやな。もう無理。もう無理。この一ターンでやっつけれんともう無理。ああ、ダメだった。とりあえず一旦カラカラタウン行ってみようや。ね、カラカラタウンで赤いヤシの木探そう探そう。全ゲームにルーラ的な要素つけた方がいいってよ。この前砂漠の北の方で大きな砂煙が上がるのを見たよ。ものすごい地響きがしたけど、ありゃ一体何だったんだろうな。ん？あんた何か知ってるようだね。あなたは中さんですね。私、あれ？なんか手紙持っとったっけ。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待ってください。おお、旅人中さんへの手紙。絶対名前じゃ誰かわからんかったな。確かにお届けしました。俺に手紙？ロレンツさんから？聞いたような名前だが、さあ、誰だったっけな。ともかく配達ご苦労さん。よく俺だってわかったね。砂漠を旅するのは暑いから、ゆっくり休んでいきなよ。そうだ、あんたにこれをやるよ。遠慮はしないで取っときな。あざす、星のかけら。砂煙は多分普通に遺跡よね。さ、カラカラタウン。カラカラタウンの道中じゃなくて、カラカラタウンにある赤いヤシの木よね。いや、怖い怖い怖い。めっちゃ後ろから追いかけてきよった。そろそろじゃない、あ、来たね。はい、来たー。で、あ、これや。え、これやろ。ぐる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 。何が起こるんだろうか。これ合ってる？お、なんか話しかけられた。もしもし、ちょっといいですか？はい。さっきからヤシの木の周りをぐるぐる回ったりして、何をしているんですか？いや、言われまして。なんと、夢で見たことを信じてやっているんですか？いやはや、なんとも。何？なんかかわいそうな人みたいな感じで言われよる？実は私も昔、夢でこんなお告げを聞きましたけどね。お城の近くの大きな町の、屋根がくるくる回る家の中で、お城の近く？キノコタウンよね。大きな町の屋根がくるくる回る家の中。で、くるりと回るジャンプを3回やれば何かいいこと起こるであろう。くるりと回るジャンプって何？ 3 回。ははは。でもこの世界のどこに屋根がくるくる回る家があります？だから夢で見た話なんか信じちゃダメですよ。ほう。屋根が回る家ってあったよね。それがどこかは忘れたんやけど。どこでジャンプすればいいの？外？まあでも決まった場所じゃないとジャンプできんかったよね。くるくる回る屋根の家、もうちょい引きで見たいんやけど。あれや。あれや。一発で。あれ？ってか戻ってきたやん。デアールさんの家やろ、ここ。デアールさんのお告げやったよね。どういうことやねん。戻ってきたやないか。で、どこでクルリン？砂漠の町、生えている赤色のヤシの木の周りを回り続けるといいことが起こるとは、一体どういった意味の夢なのであるか？気になって夜も眠れないのである。ちなみに占ってほしいときは、テーブル越しに話しかけると良いのである。あなたはデアールさんですね。あ、そっか、手紙あったっけ。私、パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。はい。どうぞ。確かにお届けしました。ん？なんであるか？ふん、孫のサンデールからである。まじない屋を始めてようである。ふんふん、なるほど。よくわかったのである。砂漠にあるカラカラタウンの人目につかないところで仕事を始めているのである。サンデールも忙しそうである。いいことなのである。ご苦労である。お主にはこれをやるのである。星のかけら。ねえ、どこでジャンプすればいいの？ジャンプするとこなくない？これか。あれ？
やっぱ中なんかな。できた。なんか落ちてきたよ。おや？もうこのバッジは素早く変わるのである。なんとこんな便利なバッジがわしの家の天井裏にあったとは。マリオ、お主はラッキーなのである。そのバッジはぜひとも装備しておくがいいのである。あ、どうも。素早くカワールのバッジをゲット。バトル中仲間を交代した後もそのまま行動できるようになる。あ、それめっちゃいいんじゃない。でもなー、そこまで言うほどでもないなーいやー、まあ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 大事なんだけどもね、大事なんだけども、さっきのやつは素早くか。4もいるん、マジで。きついっすねだいぶきついっすね、それは。こういうことか。いや、やっぱバッチポイントも大事やなね、めちゃくちゃ大事やな。でもどうやろ、これでいけるようになるのか。そんなに変わらないような気がするんだけどもな。一応セーブしとこうとりあえずセーブしとくね。どこやったっけ、こっち側か。ちょっともう一回呼んでみて、無理そうやったらまたちょっとレベルを上げよう。この土管ってどこにつながっとんやっけ。なんかあれ、ルイージ。はっはっ、いたずら者の兵法がここにも現れたんだ。なかなかすばしっこいやつで、僕はうろうろするばかりだよ。やっつけろよ。めっちゃ素早いよ。いや、素早すぎ。素早すぎてびっくりなんだが。でもなんか、コースが決まっとるけん、殴れそう。え？この辺か？来い来い。もしやこいつはやっつけられないのか。なんもなかった。なんかちょっとずれとんな、この辺か。殴れんのかな。あ、殴れたやん。イエーイ。え、土管から戻っていった音がした。はあ、はあ、ジャンプは得意だけど走るのはちょっと苦手なんだ。こんな僕でも兄さんと一緒に冒険したら役に立てると思うんだけど。はいはい、ダメなんでしょ。冒険に行くのはもう諦めたよ。その代わり僕の分まで頑張ってピーチ姫を助け出してね。もちろんですよ。別に私的にはルイージ来ていいんやけどいやでもな、あいつ、ま、この中にも何かパワーアップできるようなものがあるんやないん、知らんけど。あ、そっか、これ見てなかったことになったんか。スキップさせてくれはっ、怖いよくそー、なんであっち側に行けねえんだ。これがなんか関係あるんかな。お、あれをなんかしておけばできることがあったりとか。うん、絶対届かんもんなこけたこけた。結局またなんか回転しよるしな。こっちなんか他に行くとこあったっけ。あの宝箱の向こう。あ、そっか、この先まだ行けてないんよね。なるべく敵を避けていくやつ。なあ、あいつ
え、何さっきからなんかアイテム持ってる兵法。あー、盗んできたやつ。そういうことか。こいつら殴ったら取り返せるってことやな。違うやっつければ取り返せるってことやな。ここで地道に取り返して持ち帰るんや。とりあえず地道に地道にちょっと町の人たちの解決してってやろう。スターポイントいっぱいゲットできるしね。これしよったら多分レベルも上がるしコインも集まるだろう。計算機をゲット。バッチアロテンの計算機持ち主に返そう。よし、次はおめえだ。それ何？見えねえんだよ。お菓子の元？お菓子の元？そんなの盗まれとったっけ？フライパンじゃなくて？ん？なんかまたある。それもお菓子の元？待って。あれも消えるの？あ、まあ、盗まれたやつだけじゃないってことか。多分そういうことよね。待って、持ち物。あい、こっちか。お菓子を作るときの材料。これ、あれ、渡したら作ってくれるってこと？とりあえず盗まれたやつは2つだけか、ここにあるのは。うん、キノコゲット。アイテムがいっぱい、何か捨てよう。どうしようかな。きなびたキノコはいいかな。はい、捨てた。んで、ま、体力があれやけん、とりあえずこれで一旦帰って。こっち側スッと行けばいけるか。とりあえず一旦帰って、計算機を返してあげよう。露天に。お。あそこに全部あるんかと思ったけど、また違う部屋にあるってことかな。まずは一個取り返しました。まだ多分、え、39コインやったよね、確か。あとちょっとやん。あとちょっとやんか。頑張れ私。はい、取り返してきたよ。父ちゃんの計算機を兵法に取られたんだ。あれがないって商売ができないんだよ。兵法め、父ちゃんの計算機を返しやがれ。これやろう。悪いな旦那、俺の店は休みだよ。兵法のやつが俺がいつも使ってる計算機を盗んでいきやがってな。あれがないと店の売り上げが計算できねえんだ。これじゃ商売できねえよ。はい、どうぞ。旦那、これ俺の計算機じゃねえか。兵法からこいつを取り返してくれたのかい？恩に着るぜ旦那。これでまた商売ができるってもんだ。俺の心ばかりの礼だ。とっておきのこのバッジを旦那にあげるぜ。お、バッジ？クルリンサーチのバッジをもらった。クルリン欲が隠されているフィールドに入ると音とアイコンで知らせてくれる。隠されてるやつとかあるんや。計算機が戻ってこなかったら、オイルたち大変なことになるところだったんだよ。おじさんのおかげで、また商売できるよ。ありがとう、おじさん。いえいえ。さあ、それじゃあちょっと一旦。ここにも。ここは心も体もリフレッシュ。で、おなじみのキノピアハウスですが、兵法が跳ね回っているので、今はお泊まりいただけません。おい。オッケー。兵法がいなくなったのでお泊まりいただけるようになりました。泊まっていきますか？はい。ごゆっくりどうぞ。よく眠れましたか？うんうん。それでは元気でいってらっしゃい。さ、とりあえず。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、今回はまあ、露天やっけの計算機を取り返したってことで、こんな感じで一個ずつ何かしら取り返して、多分一部屋に一個ぐらいな感じなんかな。取り返して町のみんなの解決してあげよう。それしよったらまあレベルも上がるやろうし、レベーラーに渡すためのコインも貯まるやろ。